この訓練は子どもの声がうるさいと不満を持った男が小学校に侵入したという想定で行われました。警察官が扮した不審な男が教室に乱入すると、教職員らが机や椅子で牽制し、全校児童を校庭へと避難させました。不審者が刃物を振り回すと、教職員はさすまたを使い、警察官が到着するまでの間、窓際に追い詰めました。警察からは、不審者がどのような行動を取るかわからないため、児童を校庭からより安全な場所に移動させる必要もあると指導しました。